まずドライイーストの予備発酵をします。40度ほどのぬるま湯を 68g 用意します。必ず触ってみて熱くないかチェックしてください。熱いと酵母が弱ってしまいます。ドライイースト 3g と砂糖 1g を入れてよく混ぜます。混ざったら室温で10分放置すれば OK です。その間に生地に入れるバターの準備をします。無塩バター 19g を量ります。レンジ 600W で10秒から様子を見ながらチンします。はい、このように指で押せる柔らかさになれば OK です。液状は絶対に NG です。膨らみが悪くなる原因となります。生地に使う卵もよく混ぜておいてください。卵白の割合が多く入るとタンパク質が凝固してパサついたパンになってしまいます。なのでこのようにしっかりと混ぜておいてください。はい、10分経ったので粉類を測っていきます。強力粉 230g、 塩 3.5g、 砂糖 24g、 卵 30g、 人肌ほどに温めた牛乳 65g、 夏場は冷たいものを入れてください。ひとまとまりにします。粉っぽいところがなくなるまでよく混ぜてください。はい、混ざったら無塩バター 19g を入れます。生地全体によく練り込んでいきます。ムラがないようにしっかりと混ぜ込んでください。はい、混ざった後はこんな状態です。かなりベタベタで柔らかい生地です。もしこれよりも生地が硬いなぁと感じる場合は、常温のお水を少しずつ様子を見ながら足してこのくらいの柔らかさになるように調節をしてください。手をきれいにします。周りに広がった生地も集めます。ラップをして室温で20分放置します。その間にコーヒーシートを作ります。強力粉 20g、 インスタントコーヒー 8g、 砂糖 38g、 レンジ 600W で40秒チンした牛乳 100g を入れて泡立て器でよく混ぜていきます。強力粉のダマがなくなるぐらいまで混ぜておいてください。で、この時にコーヒーは完全に溶けていなくても OK です。レンジ 600W で1分30秒チンします。固まっているところをほぐすような感じでよく混ぜます。混ざったら再びレンジ 600W で1分30秒チンします。ほぐすように混ぜていきます。無塩バター 8g を入れます。滑らかになるまで混ぜていきます。で、バターを入れて最初はこんな感じで分離したような状態になるんですが、
気にせずほぐしながらひたすら混ぜていくと、だんだんこういう風にまとまってきます。こんな感じで滑らかにまとまってきたら完成です。ラップで包んで、だいたい横が12センチで縦が16センチぐらいのシート状に包んでいきます。冷蔵庫で1時間ほど冷やしておきます。はい、20分経ちました。20分寝かせたことで水和が進んで、自然とグルテンが生成されています。これがグルテン膜です。では3分こねていきます。最初はビヨーンと伸ばして折りたたみます。ビヨーンと伸ばして折りたたむ。ビヨーンと伸ばして折りたたむ。伸びなくなったら、外から中央にぐいっと折りたたみながらこねていきます。ひたすらこれの繰り返しになります。無理のない力加減で、手を痛めない程度にこねていただければ OK です。はい、3分こねました。こねた後も生地はこのようにベターっとしています。これで OK なので安心してください。手をきれいにします。周りに広がった生地も集めます。ヘラで中央に折りたたみながら丸めていきます。こうすることで表面が張った感じになるので、ガス保持力がアップして、この後の一次発酵でしっかりとガスを溜め込むことができます。はい、こんなもんで OK です。ラップをします。オーブン発酵機能35度で20分目安、一回り大きくなるまで一次発酵します。発酵時間はあくまでも目安の時間です。室温によっても時間は変わります。はい、一回り大きくなりました。このように見た目でだいたい一回りほど大きくなったらパンチの作業をします。手に水をつけてグーパンチします。外から中央にぐいっと折りたたんでいきます。もう一度水をつけて、同じように一周折りたためばパンチの作業は完了です。パンチをすることでキメが細かくなって、しっかりとボリュームが出るパンになります。はい、こんなもんで OK です。あとはヘラで中央に折りたたみながら丸めていきます。ここでもう表面を張らせてガス保持力をアップさせておきます。はい、こんなもんで OK です。ラップをします。オーブン発酵機能35度で35分目安、2倍の大きさになるまで一次発酵の続きをします。発酵時間はあくまでも目安の時間です。室温によっても時間は変わります。はい、一次発酵が完了しました。このように見た目でだいたい2倍の大きさに膨らんでいれば OK です。生地に粉をまぶしておきます。優しくガスを抜きます。まな板にもしっかりと粉をなじませておいてください。
で、指をボールの底にグッグッと押し込むような感じで少しずつ少しずつ剥がしながら生地を取り出します。はい、ベタつくので両面に粉をまぶしておきます。手である程度まで伸ばしたら綿棒でさらに伸ばしていきます。真ん中から外に向かって伸ばすのがコツです。で、たまに角も優しくトン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 と伸ばしてあげます。だいたい横が26センチ、縦が18センチぐらいまで伸ばします。伸ばしたら冷やしておいたコーヒーシートを真ん中に置きます。封筒包みにしていきます。で、真ん中をしっかりつまんで閉じておきます。で、この上下もしっかりとつまんで閉じておきます。はい、で、まな板の下にはこういう風に濡れ布巾を敷いておくとまな板が固定されるので作業しやすいです。はい、そしたら縦向きに置きます。まな板に滑りが良くなるように粉をなじませておいてから生地を置きます。生地にも粉をなじませておきます。はい、そしたら最初は綿棒でグッグッと押さえながら伸ばしていきます。真ん中から上に、真ん中から下にっていうのが基本の形になります。真ん中から上に、真ん中から下にっていう感じです。で、横も同じく押さえながら伸ばします。真ん中から左、真ん中から右っていうような感じです。ある程度まで押さえながら伸ばしたら今度は綿棒を転がしながらさらに大きく伸ばしていきます。はい、だいたい縦が35センチ、横が20センチぐらいまで伸ばします。はい、そしたら横向きに置いて少しずつ折りたたむような感じで巻いていきます。はい、こんな感じでちょっとずつちょっとずつ折りたたみながら巻いていくようなイメージです。でも最後の方はコロコロと転がせば OK です。で、しっかりつまんで閉じておきます。はい、そしたら全体に粉をまぶしておきます。粉をまぶしたらこう手で上からグッグッと押さえて少し平らにしておきます。もうしっかり押さえて大丈夫です。で、そしたら真ん中にこう下書きをしておいて包丁でカットしていきます。はい、カットしたらこの断面が上を向くようにして、こんな感じですね、断面が上を向くようにして、で、ねじっていきます。このねじる時も常にこの断面は上を向いた状態でねじっていきます。こんな感じですね、断面が常に上を向いた状態でねじります。で、端はしっかりつまんで閉じておきます。ここも切り落としたら同じようにねじっていきます。で、しっかり閉じておきます。シフォンの型にはバターを全体に塗っておきます。くっつき防止のためです。で、そしたらこの端を少し重ね合わせた状態で輪にして型に入れます。こんな感じです。乾燥しないようにラップをします。